ちょっとね、あの、速報なんですけども、えー、この学校にいる東和地区出身者は何人だの件で、ブラック解放同盟が今度は私を訴えてきたっていうことなんですね。今日ね、複数の記者から、あの、問い合わせというか、えー、取材があって知りました。で、その内容っていうのは、まあもちろん訴状が届かないとわからないわけです。えー、多分訴状が届くのは、まあ1週間2週間かかるか、ひょっとすると、 一ヶ月とかかかるかもしれないんで、まあその内容みたいと詳細っていうのはわかんないんですけども、まあ記者の方から聞いたのはですね、あの、例の学校解放同盟が球団した件も入ってるそうです。まあその様子がね、ヤクザみたいだったとかそういうふうに書いているのが、なんかその社会的評価を下げるみたいなそういう理屈だそうなんだけども、ただまあ根幹部分のね、学校の先生集めて球団したっていうその根幹部分、あとはその、誰が部落出身だとかそういうことをね、 介護透の人がベラベラ喋ってたっていう。その部分に関してはどうも否定してないようなんですね。で、そしてあのそれともう一つがあのクルーアクエストの件ですね。あの、新潟県のあのまあ、渡りとか大した大使とか。まあ、そういうあたりの村を探訪した件について、それについてもまあ、差別されない権利ということで訴えてるっていうことなんですね。 まあ、その裁判に対して、こちらがどうするかっていうのは、それはもう、もうあの、他の裁判と同じように、こちらも本人訴訟で粛々と、え、対応するしかないんだけども、ただ、問題、これから多分ね、朝日新聞とかね、新潟日報あたりが報道すると思うんだけども、そのあたりのね、内容っていうのもね、注目しておいてください。僕は、とにかくね、今回の件については、あの、ようやくね、解放同盟側動いてから、 取り上げるってことなんですよ。まあ、こっちはね、行政訴訟でね、まあ、十分公益性のある、あの、裁判をね、提起したわけだけども、それについては全くね、あのー、触れずに、解放同盟側が動きを起こしてから初めてね、なんか、取材し始めたんですね。まあ、あのー、解放同盟による球団、この学校にいる同和地区出身者は何人だあの件を、その、どれだけね、その新聞が取り上げるか、まあ、それを、 それに触れるのか、まあそのことは一切スルーして掲載するのか、まあそのあたりにね、ちょっと着目した方がいいと思います。なんか新潟日報はその辺は検討中って言ってるし、なんか朝日新聞なんかもちょっとなんか誘導尋問っぽかったんでね、なんか多分ね、まあどの、その荒川高校の話を取り上げるかどうかは、 まあ、ゴブというか、まあ、取り上げない7割、取り上げる3割ぐらいじゃないでしょうか。でもね、その件を取り上げないと不自然だと思いますよ。うん、クルワクエスト以外にも、まあ、現にね、この件も裁判のその争点に含まれてるそうなんで、まあ、これを機にですね、ちょっと皆さん、あの、あの、このこと、あの、ぜひ、あの、 その、球団の実態っていうのはね、あの知らせるべきだと思います。で、実際、高等弁論がね、新潟地裁で開かれると思うんですけども、まあ、第1回高等弁論っていうのはね、基本、あの、出なくていいわけです、被告側はね。 まあそこを出るかどうかって、まあ新潟で用事があったら行くんだけども、その辺はちょっとわかんないです。どういう風になるかっていうのは、そのあたりはちょっと裁判所とも調整しないといけないので。まあただ多分一回じゃ終わらないでしょう。だから、あの新潟にまた来ることもあると思うんで、ぜひね、あの新潟の方ね、あの傍聴に来ていただければと思います。ということでね、あの速報でした。まあ今後ね、あの新聞とか取り上げると思うんで、どういう風な取り上げ方をするか、あの9段階の件をする するのかかどうか、まあ、まずはその点、着目しておいてください。